今まで痛いって言えなかった人は痛いって言うて。<laughs> 痛<い>もう叫んでた人たちの気持ちは今よくわかる。<う> <laughs> こんにちは、モンゼ生体三信でございます。またね、今回もね、この方そんなに痛がられてない方なので、えっと私のこの解説で始めていこうかなと思います。えここね。 この筋肉ぐいぐい押さえてね、力任せに押さえていってますやっぱりね離筋とといいう場所をしっかり抑えていくく腰痛に効くんでで、すよね。でこのね大殿筋中殿筋小殿筋臀筋この,みあの筋肉が群たちがどうしてもね硬くなってしまうことによって腰痛になりますでそのね腰痛になりやすい方っていうのはね特にね、えー、っと鎖骨神経痛とかになる方っていうのはあの。 梨状筋がね。硬くなる人が多いんですよね。で、その梨状筋をの下にあるえ、坐骨神経が圧迫されることによって、えー、なんていうのかな？足裏が痛くなってしまったりとかえ、起こることが多いので、えどうしてもね。この動画を見ててね。なかなか来れない方なんかはね。近くのね。整骨院さんとかでね。せ、あのお尻を押さえてください。っていう風に言ってみてあげるとやってくれるところもあるかもしれませんね。ダメな場合はね。またえ悶絶整体3つの分まで来ていただければなと思います。で、やっぱり。ここね 押さえていくとね、えっと、ね肘で押さえてから指でねしっかりグイ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 と押さえていってあげるとやっぱり、えー、効果的な場所です。で特にここはね,本当にね大,大腿骨の大天使っていうのがくっついた場所で,でそのね、えー、お尻の穴の横ぐらいの場所になります。でこのねキワキワな場所をねこの指でねグイ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 と押さえるとねめちゃくちゃ効果的なんですけれどもえっと 弱く触ってしまうとちょっとセクハラみたいに思われてしまうので、えっと、そこはね強く抑えていく悶絶生態が一番向いてるんじゃないかなと思いますでここのね腰痛をしっかりやってあげるっていうので、ね、これね立ち仕事の方もそうなんですけども座り仕事の方もねここをねしっかり抑えていってあげてると効果的になってくる場所ですねでほらずっと押さえてるでしょで足ひらの伸ばして今度外側にして <laughs> でまたお尻触っていくよっていう風な感じになるんですけれどもこのお尻をねしっかりね緩めていくねここの場所ここうわあ硬いこれだ雑骨神経痛によく効く場所、うん、もう大大 <laughs> もう何言ってんだよって話ですけれどもあのお尻の筋肉はねやっぱりねしっかり緩めてあげるとね本当にねお背中に効いてくれるんですよね。 100分コースを受けられる方がおられてその方でねんでかっていったらねやっぱり座り仕事でずっと座ってる方で動けない方職業とかもあったりするんですよねそういう方はねやっぱり、ね、ここがね硬くなってしまうとね足がだるくなってしまって寝られないとかいうふうなこともあったりするんですよでそういうふうな方にねここを押さえてあげると、ね、かなり解放されます 自分で何かやろうかなと思ったらね木の棒を、ね、あの骨盤職員とか、ね、売ってるのね Amazon で私何回かお伝えしてますけれどもそれで押さえていってあげたりとかすることもいいですしあとは、ね、毎日の、ね、散歩ですよね散歩を続けてあげるとやっぱり効果的だったりします。でえでこの場所はね、えっと、ね特にね トリガーポイントっていう考え方を私好きで取り入れてるんですけども腰痛のトリガーポイントの場所でもあったりするんですよね。で トリガーポイントって何かって言ったまあ痛みの点って言ってまあトリガーポイントって言うんですけどもその考え方を元にして門絶整体やってますからツボというよりかはえ疲れが溜まっているポイントばっかりを攻めていくっていうのが門絶整体なんですねなのでねここをねしっかり固いところをね緩めていってこのグイグイグイと押さえていってあげると腰痛がに効くんですよっていうような、ね、説明もしてたりとかするんですけどね痛がらない人なのでねなかなかねこう痛がって ギャーギャーみたいなね動画ね他みたいな動画もね、えー、投稿したいんですけれどもね、えー、皆さんね分かっててね来られてる方ばっかりなのであの叫ばずに「うんそれです」 待ってました、この疲れ痛みとか言ってねあの本当にねマニアックな人しか集まってきてないもん絶生態ですからね、えー、そうですよそんな感じの方ばっかり来られてますから、まあ、それでいいって言っちゃったんですけどもねまあ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 置いといてもねこ,このねここのね座骨神経に効きやすいね理状筋をしっかりね抑えていってますで、えー、映像で見ていただいてもねよくわかるんじゃないかなと思いますけど本当にキワキワ押さえてますね 聞いいいてててくくれままますすねこれでの筋肉っっうのはこっからこここからでくっついてますなのでここをしっかり刺激してあげるとかなり効果的なんだけども私がわざわざ説明するってことは「そう痛いんです頑張れ先生なんか楽しそうだな」ってこう <laughs> ここああ痛いですで今までは今のやり方だったんだけど <laughs> 新しく進化した仕方があってこういうことああ痛いです <laughs> いいいいいい。いやそそこそこだって。分かる人にはそれって言わな <laughs> い,<た>い。はい。けどなんか先生そこ <laughs> <laughs> まあこのね横の場所になるんですけどもねこのね足のねえ付け根のところの場所になりますねでもまあ。まあ これからね先あんまり痛がられなかったのでねまたこうやってね解説で進めていこうと思うんですけども腰痛がきつい方ってねどうしてもねこのポイントをしっかり緩めてあげないとねなかなかね腰痛が取れてくれないんですで特にね最近もよく思うことなんですけどもえぎっくり腰なんかの人はねここがねもうガチガチになっちゃってる人が多いんですよねでここをねガチガチになってるところをしっかりね押さえていってあげるとえっと本当にねぎっくり腰とか腰痛が悩んでる方とか足がだるい方とか はねえー、本当にどれで出てくれます今ね後ろのお尻の筋肉がこっちから後ろから前につながってますよっていうふうな説明をしてるんですけれどもここをねしっかり緩めてあげるだけでねやっぱり、えー、つま先の方までね、えー 全、ね、頸骨筋って,、まあ、って言われる、まあ、足三里とかある筋ですよねその筋の方向までえ筋肉がビーンと引っ張ってくれたりとかしますでこれね足をね引き上げるだけひざをあーちょっと浮き上がらせるだけでね、えっと、すごくね腰痛にね効いてくれますのでもしねこれをねうちの動画を見てえっと マッサージとかされてる方とかねおられたらね是非真似をされてねやってみてくださいここをしっかり緩めてあげることでね効果的にね緩んでくれますでこれね前側からじゃなくてね反対側後ろ側からもねしっかりとね大腿、えー、骨の、うん、ま大、あ、骨骨頭ですよね骨頭にしっかり、えー、筋肉を、えー腕えー、肘を入れてあげる とねやっぱり、ね、腰痛に劇的に効果的に効いてくれます。なのでねすんごい痛いんですけどすんごいよく効くんですよね。でここをしっかりしてあげるとあ足の疲れがズコンと全部取れてくれてで背中の疲れも取れてくれるので全身的な疲れが取れる。まあ、これがねいわゆるね門整体あ三つの部のね、えー、やり方の真骨頂ですよね。まあ、なんでこんなところばかり抑えるようになったかって言ったらまあ昔ねお客様でねお尻のねそこのコリを取ってくれっていう。 いう風な方がおられてそれからねまあ強くしっかり押さえることになってるんですけれども、まあ、そこからまあ、この横のポイント今ちょっと見にくいけどもああここあのねだい,たいあの本当にね骨の付け根、ね、ズボンのポケットの入り口らへんですよねそこをしっかりやっぱりね緩めてあげると効果的なんですよねで今度反対側になって上向きになって回って、えー、これがマックス2になったやり方ね。で 全、えー、頸骨筋を押えて押さえて押さえて押さえていきますでここを押さえた後にねだい大体直筋、まあ、太ももですよね太ももを緩めるのがまたこれ効果的なんですよねちょっとねその辺痛がってるかなちょっとそのところを動画止めてみようかなえ、えー、その前にここかな「ちょ <laughs> 今まで痛い」って言えなかった人は痛いって言うて。<laughs>

音声ガイダンスになろうかと思います。えっとね途中でねやっぱり痛がられてるところがあったのでそこをねちょっとね音声ガイダンス止めてみてね痛あ本当に痛いんだねっていうふうなことを、えー、分かってもらおうかなと思ってます。いや実際問題本当に痛すぎてもうね二度と来ない人も結構おられますからそんな店の悶絶生態でいいんですけれども、えー、癖になったらね本当にねずっと来られます。えーっとね、遠いところかららも、ね、結構、ね、来られてくれ てますすのでであ,ありがたいことですよねで近くの、ね、方でもねやっぱり痛い痛いって言いながらも先生の施術を受けたら楽になるからって言ってね、えー、受けて来られる方多いですね特にねやっぱりねこの足元をねしっかりとね緩めていってあげることによってあの背中の疲れとかね、えー 腰の疲れれとか、か肩こりなんももね、まあ、うすす。ごくく改善してくれますですからね騙されたと思ってねご自身でも足をね入念にねストレッチしてあげるとかそういうことをねやってみてあげるとね効果的だったりします今ね内側抗菌っていうのをね痛めつけて、えー、ふ,ふくらはぎのねひとえーふえー、ふくらはぎの筋肉をねしっかり押さえていってますでこの脇のところもね押さえてあげるとねリンパ液の流れが流れてくれるので腕が上がりにくくなったりとか あとは肩が上がりにくい人とかあと肩こりがきつい方なんかにもねやっぱり効果できでもねここをしっかり緩めてあげるとね胸のね筋肉と肩の筋肉のこりが拮抗筋,筋って言ってね、えー、協力し合う筋肉っていう風な感じに。 言葉で書くんですけども、拮抗筋になっているので、そこをしっかり緩めてあげると、実は効果的に緩んでくれるんですよっていう風な感じでやさせてもらってます。ですからね、この胸の場所をねしっかり緩めてあげるっていうのはね、かなりね、えー、っと。 何頭痛とか肩こりとかがきっつい人っていうのをねしっかり緩めてあ,あ上げてほしい場所ですからねやってあげてみてくださいでまたね違うこのね反対側の方にやっていきますけれどもまたこれはね同じような動画になってくるので今回はねもう10分も過ぎたのでこれぐらいにしていこうかなでほら痛そうな顔してるでしょ痛いんですよ実際痛いんだけれどもよく効く門絶整体でございますこれがね今ね えー、ならで、ね、ガリガリやってますから気になる方は、ね、ぜひチェックしていただいてほんとにあのグッパグッパしたりとかすると本当に最後マックス2のやり方ねやってますからまたどうぞこの動画を楽しみに見に来てください。以上モンゼ生体三部でしたまたまね